はい、こんにちは。ドラッカーが教えてくれる人を生かす系7つの原則で、社長のビジョンを確立し、強力な経営チームを作り、社員さんに火をつけ、自走組織を作る、ドラッカー専門の経営コンサルタント、村瀬康介です。自走組織というのはですね、社長が細かく指示をしなくても、経営チーム、マネジメント陣がきっちり日々の業務をマネジメントし、社長は社長の仕事に専念できる、組織は組織できっちりマネジメントして高い成果を上げていく、これを自走組織と言いますけれども、自走組織を作るためにポイントが実は3つあるんですけど、これまでの動画でお話しますけどね、この3つというのは何かと言いますと、1つ目は社長が明確なビジョンを確立すること、ビジョンが確立し浸透していること、この組織はどこを目指す、どこに行くんだというビジョンが確立し社員さんに浸透していなければ、社員さんは自走しません。どっちに向かっているのか、みんな勝手にやってって権限移譲した時にどっちに向かっているのか分からないでは自走しません。片や大阪に行く、片や東京に行く、片や北海道に行くなんてなってしまってはダメですね。ビジョンが確立していくこと。もう一つは価値観が共有されていること。我が社のはお客様をどういうふうに大事にしているのか、生産性についてはどういうふうに考えるのか、我々新規が大事なのか、皆さんが老舗やってる時新規が大事なのか、リピートが大事なのかと、価値観が共有されていなければ自走しません。老舗なのに、いつも来るお客さんだから大事にしなくていいや、新規のお客さんどんどん取っていこうなんていう別の人が現れてしまったら老舗は潰れてしまいます。価値観が共有されていること、行動指針が共有されていること。でもう一つが経営思考、経営の考え方、優れた経営とは優れた経営思考を共有することである。お客様第一というのはどういうことかとか、生産性を上げるっていうのはどういうことかとか、品質改善とはどういうことか、経営思考が共有されていること、この3つがですね、自走する組織の条件といったお話を、私ずっといつもお話しさせていただいているんです。社長のビジョンを確立すること、明確な価値観、行動指針が共有されること、経営思考を、共有していただく、これは私は産業能力大学から出ているドラッカーを教えてくれる人を生かす系7つの原則、膨大なドラッカーがたった7つの原則だけで導入できるこの原則で、この3つをやらさせていただいてるんですよね。今日はこのビジョンのところに、社長のビジョンを確立するといったビジョンのことについてお話をさせていただきましょう。ビジョン確立に必要なものとはといったことなんです。ビジョンって一体何でしょう。ビジョンというのはですね、これドラッカー、ビジョンなき者はリーダーの資格はない、事務長に過ぎないって言うんです。ビジョンって何かと言いますと、例えばこの講義を10分間聞いていただきますと、ビジョンの本質が分かるようになりますよ。ビジョンが何を示すか、ビジョンの定義が分かるようになりますよ。ビジョンをどのように確立したらいいのか分かるようになりますよ。これがビジョンです。ビジョンって何かと言いますとね、未来に映ったテレビって僕ですね、ビジョン。未来テレビ。例えば10分後どうなりますよ。5分後どうなりますよ。1年後どうなりますよ。うちの組織は、1年後どうなりますよ、3年後、5年後、10年後こうなりますよ、お客様にこんな貢献をしますよ、世の中をどういうふうに変えますよ、社員さんどう変わりますよっていう、未来に映ったテレビがあるから、フォロワーは、あ、社長についてったらこういうふうになるんだと言って、このためにこの仕事やってるんだということで、この仕事をやることができるんです。未来も示されていないのに、なんとなくどっか行きましょうか、なんとなくこの動画見てくださいでは誰もついてきませんよね。ですからビジョンを明確に社長は示す、この未来のテレビ、ありありと私のこの経営についてきてくれれば、1年後、3年後、5年後、10年後、このような組織が実現して、みんなの生活はこうに変わる、お客様の生活をこれだけ豊かにする、社会にこういう貢献ができる、ビジョンを確立するってことが非常に大事になります。でビジョンを確立するために必要なものとは何かっていうことについて次お話ししましょう。ビジョン、なんとなくですね、じゃあビジョンを、御社のビジョンを教えてください、御社のビジョンを語ってください、うちのビジョンは社員さんの生活を豊かにすることです、まあ、それもそれで素晴らしいと思いますけど、みんなの給与水準を上げることですなんていうビジョンを提示されているような、これ事業部長、またマネージャーもおられるようなのが昨今の状況です。これビジョンっていうのは、これどういうビジョンを作るためには、ビジョン、うちのチームは社員さんがより美味しいご飯を食べれるように、よりいい生活ができるような会社です、これいいビジョンって言えるでしょうか。僕は違うと思うんですね。ビジョンっていうのを作るためには何かって、ビジョンを作るためには正しい考え方というのを経営者は学ぶ必要があります。正しい経営の考え方、経営は何のためになるのか、例えば経営というのは、経営という言葉を作った、マネジメントという言葉を発明したピーター・ドラッカー、マーケティング、経営の第一目標はマーケティングである。マーケティングでは何かと言いますと、顧客に貢献することである。企業というのはお客様に貢献して初めて存在するもので、お客様がいなければ内部だけの社員さんが豊かになっても存在できない。経営の第一目標はマーケティング、正しい経営の考え方を反映しなければいけない。ドラッカーはマネジメント、
マネジメント、これも経営って意味ですけど、マネジメントとは人、人のことである。人を生かすことである。人が幸せにならない会社は意味がない。経営において一番大切なものは人なんだ。人が生かされない会社は意味がない。もちろんその経営の目標にとお客さんに貢献することっていうのが一番大事なんですよね。合わせて言ってるんですけれども。ですので、こういう正しい考え方。私は昔柔道をやってましたけどね、柔道でも最初受け身を学んだり、いろんな正しい型というの、空手やってる方はこういう突きとかですね、華道やってることはお花だけど、正しい考え方、型というものを学んで初めて、経営でもこれ正しいビジョンといったものを作ることができます。なんとなく無手勝流でうちのビジョンはこうだ、社員さんが幸せになったら他の人不幸になってもいいんだなんて、そんなビジョン作ってる方はこの動画見てる方はいないでしょうけれども、説得力がないんですね。腹落ちするものがない。社長が腹落ちするビジョンを作るためには、正しい考え方をきっちりと学び、それをベースにビジョンを構築したときに、あ、これで正しいんだ。私の信念に基づいた正しいビジョンで社員さんを導く正しい、これが北極星なんだ、ビジョンなんだということで社員さんを導くことができます。ですのでね、社長は明確なビジョンを打ち立てるためには、正しい考え方、経営とは何か、経営とは何が大切なのか、経営の原理原則といったものを学ぶ必要があるんですね。じゃあ経営の原理原則を学ぶときに我々は何を学べばいいでしょう。松下幸之助さんでしょうか。いいと思います。稲盛和夫さんでしょうか。いいと思います。そういう先人の教えっていう、先人で成功してきっちりとした哲学を持っている人の教えを学ぶ、非常にですね。でも一番いいのはですね、経営の神様というマネジメントを発明したと言われたピーター・ドラッカーの教え。これ何がいいかと言いますと、ドラッカーっていうのはこの非常にいろんな企業に汎用性が効く。例えば P&G ですとかね、 Google、Apple、Amazon、最近ですとユニクロ、山崎パン、セブンイレブン、あらゆる企業がこのドラッカーの教えをベースにして卓越していってるんです。例えばドラッカーこんなこと言うんです。高い目標を上げられないものはリーダー失格である。リーダーの役目というのは何か。リーダーというのは富士山であれば山の上にいるのがリーダーである。リーダーの役割というのは働く人の視点を高めることである。視座を高めること、視点のことを視座と言います。視座を高め、人格を磨き、制約を超えさせることであるんですね。働く人の視点を上げて人格を磨き、制約を超えさせる、そういう素晴らしい仕事がリーダーの仕事なので、リーダーは高い目標を上げられないものはリーダー失格であるなんて言ったりするんですよね。要はそういうと、ビジョンもこれ高い目標から来たビジョンでなければいけません。これドラッカーを学んでいただきますとね、自分がどんどん起業家としての精神がどんどんこのスピリットが鼓舞されてですね、正しい経営、正しい成果、マネジメントは人のことである。人が一番人をどうやって経営者として、人を集まってくれた社員さんを生かし抜くんだとかですね、経営の第一目標はマーケティング、お客様をに貢献することである。社内の内部志向を排して、いかに顧客志向の組織を作るかとかですね、生産性を上げるためには成果を明らかに、成果につながらない行動は一切捨てることである。あ、なるほど、成果に集中するために、成果集中の原則として、成果を明確にして、それにみんなを集中させる必要があるんだなんていう原理原則というものが身につくと、ビジョンがもう歯がどん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 鋭くなって、社員さんに刺さるようなものになってくるんですね。自分の腹落ちと強い力強いビジョンになってくるんです。そのためにですね、でもドラッカーってすごい膨大なんですよね。学ぶにはあまりにも本も多すぎますし、言ってることもなかなか難しいこともあります。で、膨大なドラッカーをたった7つの原則にまとめて、中堅中小企業様で高い成果を出し続けてますのが、この産業能力大学出版から出ました、私のこれ非常に今売れてます、ドラッカーが教えてくれる人を生かす経営7つの原則というこの本なんです。で、この本、この7つの原則って何かと言いますとね、1つ目が徹底的な顧客志向マーケティング、2つ目はイノベーションで新規事業を作る、3つ目が生産性、圧倒的な成果志向の会社を作る、4つ目が学習する組織、社員さんが学習し自ら成長する会社をどういうふうに作るか、5つ目がリーダーシップ、社員さんのリーダーシップをどう確立するか、6つ目がですね、ミッション、使命から働いてもらう、これ一番強いですね、ミッションから働いてもらう会社をどう作るか、で7つ目はマネジメント、人を生かし幸せになるようなマネジメント組織をどう作るか、たった膨大なドラッカーを7つの原則で全て網羅して、中堅中小企業様でこれ具体例をいっぱいたくさん掲載した本なんですけど、実践できるようにしたのがこのドラッカーを教えてくれる人を生かす系7つの原則。経営者はですね、ぜひですね、この一つの結論なんですけど、明確なビジョンを確立するためには正しい経営の考え方を学んでいただく。その正しい経営の考え方というのは実はドラッカーにあります。人を生かす系のドラッカー、顧客志向、生産性が上がる、高い成果があるドラッカー、ドラッカーを学んでいただくと、ドラッカーを、あなたの経営者としての脳にインストールしていただくと、正しいビジョンが明確に示され、自走組織の土台ができます。そのためにはドラッカーのこの7つの原則ぜひ吸収していただきたいんですね。備考欄にその概要が吸収できるセミナーであるとか、これを1年半からですね、吸収していただけるセミナーであるとか、1年半から2年で組織に全体として導入できる研修なんかのご案内も載ってますんでね、
これぜひですね、このドナッカーめちゃくちゃ組織に火がついてですね、人を生かし顧客し、これ生産性の高いリーダーが高い視座を持って高い成果を成し遂げていく組織ができる、非常にこれ燃える教えになってますね。企業家精神、皆さんの企業家精神火がつくような、 もちろんイノベーションも起きてきます、そういう教えになってますの で今回のまとめですけど、ね、リーダーが熱くなってしまいましたけど、リーダーはビジョンを確立するためには正しい考え方を学ぶ必要、そのためには経営の正しい考え方、原理原則としてのドラッカーの7つの原則をインストールしていただきますと、明確なビジョンが確立しますということでした。でもうちょっと進めていきますとね、ちょっとだけ自走組織を作るためには経営者が正しいビジョンを確立浸透させて、もう一つが先ほどの復習ですね、価値観を共有した価値観を持つ、行動規範をきっちり示して、そして3つ目が経営思考モデルを共有するっていうところです。それを3つがこの7つの原則で、全てその3つができるようになって自走組織は実現します。この後の動画でもお話しますけど、私のクライアントさんでは社長が2ヶ月近く会社に出れなくなったとしても、組織は高い成果を上げ続けるような会社に変わっていった、自走組織に変わった、顧客志向で自走組織に変わっていったって事例いっぱい、日本一僕お客さんの声乗っけてると思います。それだけ自信があるからです、乗っけておりますので、自走組織を作りたい、社員さん社長としての仕事により専念して、社員さんが自らマネジメントできる強固な体制を作りたいと思われる経営者の方は、ぜひこちらの本を読みになられたり、私のセミナー出ていただいて、そのヒントにしていただければと思います。ぜひですね、自走組織を作り、正しい経営の原理原則を学び、自走組織を作り、高い成果を上げ、社会に、共に貢献していきましょう。ぜひ自走組織を作り出すヒントにしていただきましたら幸いです。本日はご視聴いただきどうもありがとうございました。コロナの脅威の中には経営に困ってる人、赤字がこう続いてですね、自利品な状況、みんなが好き勝手やって、でこっちにこう情報が上がってこないし、そういう時に先生のこれに出会ってるので、経営において一番大切なものは何か、ドラッカー経営というのは人を生かす経営なんです。会社が毎月黒字化できるようになったと、僕がいろいろ言わなくてもほぼ社長室に座って大名をパチパチ言ってるぐらいで会社が経営できなかった。結束力が本当に固まって、なんか不安がなくなったって、そんなイメージがあります。会社の業績がぐっとこう上がっていくの、もう日本一の専門であると、コロナ禍の前よりも最高益を上げてるんですよ。自分の魂がもう突き動かされる。この大変化の時代、経営者が学ぶべきものは原理原則、それによって正しい意思決定をし高い成果を上げていただきたい。